皆さんこんにちは、こんばんは。沖縄の各地には地元に根付いた観音堂があります。それらの中に観音堂巡りの聖地として広まった琉球七観音と呼ばれている7カ所の観音堂があります。その中から第4回として今回はカデカル観音堂を紹介します。カデカル観音堂は金町に漂着した日照上人が伊波寺に進めて建立されたお堂だと伝えられています。創建当時お堂は伊波寺の住まいである伊波グスクの西側の下にありました。しかし2度の火災に遭い、現在のお堂の西側に移転させましたが、そこでも火災に遭い再移転したのが現在のお堂の場所だということです。なお1919年大正8年に改修工事が行われ、平地に建てられていたお堂を石の台座の上に載せ、戦前までは沖縄を広く救うという意味の言葉の書かれた扁額がお堂の中に掲げられていました。また近くにはカデカル村の先祖で王に仕えていた人の牢に対し王により構築されたカデカル川があり、王様より賜った川という意味で右平牢川とも呼ばれています。なおカデカル観音堂もカデカル川も近くに駐車場はありません。そのため近くの伊波公園の駐車場に車を止め撮影してきました。皆さんも訪ねる際には近隣にお住まいの皆さんの迷惑にならないようご配慮をお願いします。それではカデカル観音堂を訪ねてみましょう。